ブライアン・ベネット、ブルース・ウェルチ、ウォーレン・ベネット、ブライアン・ローレンス・ベネットは、イギリスのミュージシャン、作曲家。1950年代から活躍する、ロックバンド、シャドウズのドラマーとして、特に著名であるほか、作曲家として、映画、テレビ音楽を多数手掛ける。16歳の時、ラムズ・ゲートのスキッフルグループで演奏するために、ハイスクールを中退する。ロンドンに戻った後は、 双方の2アイコーヒーバー専属のドラマーとなった。またジャック・グッドの人気テレビシリーズ、オ、oh、ー・ボーイのレギュラーも務めた。1959年にマーティ・ワイルドのワイルド・キャッツのメンバーとなる。トミー・スティールのバックなどを務めた後、1961年10月にトニー・ミーハンの公認として、クリフ・リチャードザ・シャドウズに加入。シャドウズのメンバーとして活躍する傍ら、 1967年には初のソロアルバム Change of Direction をリリース。これはジャズの名曲を中心に選曲したもので、モノラル、ステレオ両方のバージョンを用意したが、チャートには入れなかった。また、映画音楽やテレビ番組用の音楽を中心とした作曲も多数手掛けたほか、クリフ・リチャードのバックバンドにも参加し、ピアノやビブラフォンなどを演奏した。彼は、 オーケストラ指揮者でもあり、通信教育で指揮と編曲を学んだ。2004年には音楽界に対する貢献を認められ、で、大英帝国勲章を授与された。2009年11月、69歳の時に、クリフ・リチャードザ・シャドウズとの50周年記念、再結成ワールドツアーに参加した。息子、ウォーレン・ベネットも作曲家であり、 数多くのサウンドトラックなどを手掛けるキーボーディストである。ありがとうございます。